こんにちは、チョメです。今日はゼルダボーイさんが作ったこのゲームやっていこうと思います。まずマリオカートからやろうかな。で、最後の方にマザー2かな。これいろいろある、楽しみ。じゃあマリオカートからスタート。マリオカート 1.1 どうやって操作するんだろう。はい、 B でバック、 A でアクセルで、 Y で何も起きない。まあ私は Y 派なんですけど、で R ボタンを押したらこうやってキャラが変わるようになってる。クッパさんとかドンキコング、これスーパーファミコンのやつですね。キノピオとか懐かしいね。で L を押したらこうやって戻るみたいな感じですね。すごく作られてる。でこの L2 みたいなやつでこうやってジャンプすることができる。ちょっともう一回スタートからやってみようか。なんかラップとかあるよね。ちゃんとゴールしよう、マリオで。私の本気をタイムアタックみたいな感じかな。ここってショートカットできるんじゃないの。これ普通に砂場入った方が早いぞ。これね、わざわざこの道路走るんじゃなくて、ここのねダートをね利用するショートカット。あ、ドカンが邪魔してた。ちょっと可愛いピーチでやるか。さっきはここのドカンに邪魔されましたね。ちょっとブレーキみたいな感じでこの辺で A を離してみたいな感じで、ええ感じになんか速くなってきたんじゃない。私のここでちょっと A を離すんだよね。で B を押したら本当こんな感じでブレーキになっちゃう。ちょっと失敗しちゃった。タイムがちょっと遅いかもしれない。本気でやりたかったのにな。でいつゴールしたら時間とか出るのかな。ですごくうまくいってる。わあ、ちょっと最初のこれアウトから行った方が早いのかな。どうなんだろう。なんかラップとかちゃんとなってる。ちょっと こうやってやった方が早いかも。あ、案外ダート入らない方が早いかもしれない。ここは入った方がいいかもしれんけど、まあ、こんな感じでちょっとゴールしてみましょうか。はいはいはい、酔っちゃう酔っちゃう。はい、ゴール。タイムが出なかった。まあこんな感じに遊んでみました。次 F0 1.1、 これもなんかあるみたいですね。ドリフトはできない、アクセルだけ。これはいいね、なんか自然に進んでる感じ。わこうやってクラッシュするんだ。気をつけないといけない。もう一回やり直そうか。いや、なんか楽しいな、他の人が作ったゲームをやるの。まず一周してみよう。なんか待機所みたいなやつがあったよね。最初こうやってうまくいってたんだね。この辺とかブレーキとかしたらどうなんだろう。うわうわうわ、ここ危ない、危な。絶対なんかジャンプとかでショートカットとかできないのかな。なんかあるかもしんないけどな。よーしよし、危ねえ。怖い怖い怖い。でこれで一周したみたいな感じか。ここは何、エネルギーみたいなのもらえる感じなのかな。じゃあ次のゲームやってみようかな。ちなみにこんな感じになってるプログラム見ることができるからね、いろいろ。え、すごいね。いやー、次どれ行く？カービィやってみるか。カービィ。おー、スタートした。右に歩いてる。A でジャンプ。ほ、飛べる。上に浮くのはどうやってやるんだろう。A 連打したらこんな感じで浮けるのか。吸い込んだりとかできるのかな。吸い込んだりとかはできないけど。あ、できるんか。パスみたいな感じ。敵がいないよ、今のところ。跳ねるにはいけん。ポン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 。はい、これもう空中ずっと飛べるからさ、飛んでたら最強なんじゃないの。多分普通にゴールできると思うんだけど、ただちょっとあれだから下の方見るけど。お、なんか変なところに行ってる。まあ、こんな感じのゲームですね。まだちょっと作りかけなのかもしれない。右の方とか行ったらずっと、あ、でも物円球っていうのがある。ここまでちょっと行ってみるか。あー、なるほど、ここまでできてますよみたいな感じで。じゃあ次エキサイトレーシングやってみようかな。おお、かっこいい。A です。これずっと A を押したらどうなるんだろう。クラッシュするのかな。 B でジャンプ。おお、なんかうまい感じに。ゴール、いいね。シンプルだけどいい。倒れんのかな、倒れないかな。倒れるところも見たいんだけど、ここ今のところ倒れたいんだけどな、本当は。あ、ジャンプなんかうまい感じで。あ、でも先進んでる、さっきより。あ、いいか。あ、落ちたってことか。沼、今沼に落ちたからダメみたいな感じで、ゴールしたらええ感じだから、死んだらエフェクトとかじゃなくてもう途中でこんな感じになるってことね。じゃあちょっと次やってみるか。ほんとクリアしたいけどな、コースとか覚えて。うまい感じに できてたんだな。ほう、この沼を見つけたらジャンプみたいな感じだな。こことか大丈夫。沼を見つけたらジャンプ、ジャンプ、うまくいった。ここもジャンプ。ほう、ほう、うわ、うまくいった。この坂きついぞ。
先まで行ってる。あー、ここはジャンプか。はい、こんな感じです。じゃあ次ゼルダやってみるか。おお、これや、おー、あぶねーこれファミコンの 3D にした感じなのか。あー、怖え。これどうやってやるんだろう。剣とか使えるのかな。あ、なんか盾がこうやって使える。盾、ほら突っ込んだで、こんな感じでいろいろ、あ、やられちゃったらこんな感じ。あ、ほらほら書いてある。 ZL でシールド、 ZR でアタック。アタックはこんな感じにするんだね。OK、倒した。あ、倒したらもうクリアみたいな感じか。これ入れるの？ほらほら、入れないみたいな感じか。で、向き変えれることもできる。こんな感じでな。あ、こことかはまあ先に行けない感じになってる。落ちちゃったー。これでも楽しいね。作りかけだけどね。こんな感じで、うまいことできてるんじゃないでしょうか。あ、もう一回やってみるか。うわ。さあ、左にもいるんだよな。こいつにさっきやられたんだな。倒しとこう。よし、敵を撃ったぞ、一番最初。あ、こんな感じです。見てみるか、ゲームのプログラム。わあ、こんな感じ。うまい感じにできてる。じゃあ最後にいよいよ、マザー2やってみるね。ネス。犬ちゃん。これ名前とか決めれたよな。左に、なんだったっけ、ピンキーだったっけ、なんかいるよね。あれ、ここに家建ってなかったっけ。あー、最初のやつのグラフィックみたいな感じになってるのか。へえ、いいね、これ。どん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 作っていったら本当に作れるんじゃない、ゲーム。This is a very basic demo。レモンみたいですね。なるほど。まあ、こんな感じでね、いろいろ。今回はね、ゼルダボーイさんのゲームをね、実況してみました。作ったゲーム、ナビ付きでした。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョイでした。この後ろだけ気になるけどね。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。最後のプログラムだけ見て終わろう。あ、こんな感じですね。おお、すげえ。